郷の川の氾濫で被害を受けた地域で片付け作業が進む中、江津市では今日ボランティアセンターが開設されました。郷の川と並行して走る国道です。氾濫直後は道路に流木や泥が流れ込んでいましたが、現在はきれいになっています。今月14日、大雨によって氾濫した郷の川。流域の住宅や道路に水が流れ込み、大きな被害が出ました。35箇所ぐらいこう通行止めができたんです。だから行こうとしてもなかなか行けない状況ができて、把握がまあ電話等できるとかしたんですけど、その状況ができなかったというのが正直。川の氾濫で江津市では35箇所以上の道路が通行止めになっていて、被害の現場に入れないところもあることから、いまだ被害の全容は分かっていません。そんな中、江津市の社会福祉協議会が窓口となり、今日ボランティアセンターが開設されました。ボランティアの、対象を江津市民ですね、市民に限定させていただく。高齢者の方がおられて、人が入ることに対する、特に外部から入るということに対する不安感がもしかしたらあるかもわからない。新型コロナウイルスの感染予防対策として、ボランティアは江津市民に限定し、事前登録制で受け付ける形を取りました。さらに本格的な活動は明日からということなんですが、今回は感染症対策として、まずこちらのオレンジのテントで受付検温を済ませた後、こちらでボランティアは一時待機し、さらにこちらに回って道具を受け取るなど3密対策を取って運営を行います。市内2つに設けられているボランティアセンターでは、受付時の検温や3密を避け、作業の際はマスク着用などを徹底します。自分の家は大丈夫だったんですけど、いや、まだこれからだと思いますね。道路とか通れるようにしていただいたんで、これから家の方が片付けるのはこれからかなと。支援の輪が広がりつつある被災地。ただ日曜は気温が上がる見込みで、熱中症には注意が必要です。